会議を開きます。この際ご報告いたします。お手元に配布してあります通り、本会期中当委員会に参考送付されました地方自治法第99条の規定に基づく意見書は、冤罪被害者を一刻も早く救済するために再審制度の速やかな改正を求める意見書ほか23件であります。次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。第208回国会、鈴木陽介君ほか5名提出、戦争等避難者に係る出入国管理及び難民認定法の特例等に関する法律案、第208回国会、品武志君ほか5名提出、国家賠償法の一部を改正する法律案、及び第208回国会、枝野幸男君ほか10名提出、民法の一部を改正する法律案、並びに最高裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件、国内治安に関する件、人権擁護に関する件、以上の各案につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の所見についてお諮りいたします。まず閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんでしょうか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣機関、派遣地、その他主要の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんでしょうか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。